皆さんこんにちは、ゆいチャンネルです。今週のゆいチャンネルはウームを飛び出して、なんと分かりますか、なんかすごいちょっと素敵なお家なんですけど、ここはどこかというと、オランダ大使館の大使のお家なんですね。大使館の中にある大使が実際に住んでいるお家からお届けしております。で、金曜日に素敵なゲストがいるので、土曜日と日曜日から紹介していきたいと思います。まず日曜日、土曜日はこちらです。ABC です。新しくズームで始まるベース系パーティー ABC です。オーガナイズチーム、9Hz が、主催する新しいパーティーなんですが、ヒップホップ、トラップ、ディープハウス、ダブステップ、フューチャーハウス、トラップ、フューチャーベース、ごめんなさい、ともうあの今旬な、若い子に旬な流行っている音楽を完全に網羅しています。そしてこのパーティーでは今最も旬な LA からのアーティストを中心に、熱いセッションを展開します。そして今回第1回目第1弾なんですが、ベースミュージック界の、申し子と呼ばれるこの人です。ダーティーオーディオが出演します。あの、ね、今の流行りに敏感な若者たち、ぜひ遊びに来てください。はい、続きまして、そうなんです、今週末3連休なので日曜日もオールナイトで影響します。日曜日はこちらです。そう、こちらも実は新しく生まれ始まるパーティー、進化というパーティーで、進化プレゼンツトムスターです。昨年8月に国内初のフリーダウンロードレーベルとしてスタートし、日本から世界へ発信して海外からも注目されている進化レコーズによる、新しいパーティーです。でレジデントが、のりゆき大本くんなんですが、そう、札幌のリビエラからも熱いサポートを受けている彼で、今回のゲスト、トムスターです。トムスターなんですけど、あのセンセーション、去年行われたセンセーションでも出演していて、日本でもすごく人気があるアーティストです。お楽しみに。はい、そして、金曜日いきます。金曜日はこちらです。 Tears of Trance のファーストアニバーサリー1周年となります。そしてなんと、そう、なんで今日はここにいるかというと、フェリーコーステン、今回のゲストのフェリーコーステンの、ウェルカムパーティーをこのオランダ大使館で行っております。で今日はなんとゲストに、because we have not much time, but maybe I want one message to the your fan. So it's a surprise. Thank you. And he is the Taishi no Ruse san desu. At Merry Christmas. So for tomorrow. Yeah, for tomorrow. Guys, I'm really excited to be back. Last year, around the same time, I was in Wum for the first time, which was an incredible night, and I'm really looking forward to do that again, if not better. So let's make it happen, and see you all at Wum tomorrow, or if they broadcast it on the same day tonight. Right, guys. So, 今夜放送なのでね、これは。そうだ。Yeah, one message. Well, to tell everybody in Japan, we are not only good in baseball, as you know, we're also good in music. And I think this is a very good example. DJs are famous from the Netherlands, and especially in Japan.
So tomorrow will be a great show. We know for sure. A lot of people from the Dutch embassy will be there. So enjoy. そう、明日はちょっともうヤックスのもうあてなっちゃうぐらいすごいサプライズびっくりしてるんですけど、明日もすごくいいパーティーになるし、彼も全力でやるし、あのエンバシーからも大使館からもいっぱい人が行くので、皆さん一緒にオランダナイトを楽しみましょう。あの野球だけじゃなくて、ね、音楽もすごくオランダのスミスがあるんで、はい、明日はみんなで盛り上げていきましょう。それでは、so, see you tomorrow. Yeah.